ポープ・ジョーンはかつてビクトリア朝において人気のあったイギリスのトランプゲームである。3人から8人で競技する。フランスの結婚及び彗星というゲームに由来する。ポープ・ジョーンはより俗っぽいニューマーケットやスピナードの祖先にあたる。ルールが初めて記述された出版物は ホイールの1814年版に過ぎないが、オックスフォード英語辞典によると1732年の用例がある。さらに古くは、ポープジュリアスと呼ばれていた。ポープジョーンは場に出ているカードが、同一、スートでランク順になるように手札からカードを出していき、すべての手札を他人より早くなくすることを目的とする。それ以外に、特定のカードを出すことによって、チップを得ることができる。 チップを置くためのボードには美しいデザインのものが多く、このゲームの魅力の一つとなっている。よく似たゲームは各国にある。ドイツの非常に古いゲームでポーカーの先祖と言われるポッヘンも同様のルールでボードのデザインも似ている。日本でも江戸時代に同様のルールを持つ読みカルタというゲームが流行した。花札を使った 同様のゲームとしては、ポカ、ヒヨコなどが存在する。このゲームは、戦争や教皇と呼ばれた教皇ユリウス2世に由来するか、または教皇ヨハネス8世が、実は女だったという伝説に由来すると推測される。カトリック教会は、女性の教皇の存在を認めておらず、この伝説は、 ビクトリア朝のプロテスタントによるプロパガンダとして使用された。そう考えると、スコットランドでもこのゲームに人気があったことに説明がつく。パーレットも名称の由来は不明としながらも、同型のゲームがフランスでナンジョーン、黄色のドワーフを意味するという名前で行われていたことから、このナンジョーンが英語で 二層ジョーンと解釈され、そこからポープジョーンの名前が生まれたのではないかと想像している。通常の52枚のトランプを使用する。他にチップを入れるためのボードが必要である。ボードは8つに仕切られており、それぞれ a k q j ゲーム、強行、結婚、浮気のラベルがついている。各競技者は、競技人数に合わせた数の数取り、またはチップを受け取る。 シーケンスを止めるためにカードからは鉢を抜いておく。これにより、このゲームは分類上、ストップスという、最初のディーラーは何らかの方法で決める。ディーラーは、プレイごとに時計回りに移動する。ディーラーは、チップを強行の場所に6つ、結婚と浮気に2つずつ、残りの5つに1つずつ置くことにより、ボードを飾る。ついで51枚のカードを各競技者に配るが、 この時、参加人数より一人分多く配る。この実際にはいない参加者のための手札の最後の一枚を表に向け、これが切り札になる。各人で手札の枚数が等しくならない場合、気にせず全部配ってしまってもよいし、主札が等しくなるように一定の枚数を配らずに、残してもよい。もし、表にしたカードが9であるか、または a k 9 j のいずれかの場合、 ディーラーが対応する場所のチップを獲得する。ディーラーの左隣が1枚のカードを場に出す。そのカードは何のスートであっても良いが、取札中のそのスートの最も低いランクのカードでなければならない。カードのランクは低い方から A2345678910J9K となっている。同じスートでそれより一つ上のランクのカードを持っている。 場合は、それも出していって構わない。それから、出したカードと同じスートで一つ上のカードを持っている、競技者がそれを出していく。次のカードが実際にはいない参加者の手札の中に、あるか、または K まで到達したために、誰もカードを出せなくなった場合、最後のカードを出した人が再び任意のカードを出す。この時もスートは何でもいいが、 主殺中の最も低いランクでなければならない。すべてのケート7では必ずストップする。実際にはいない参加者に配った手札の一つ下のカードでもストップする。すでに出されたカードの一つ下のカードでもストップする。AKQJ の場所に置かれたチップは切り札の対応するカードを出した競技者のものになる。強行についても Q を出した競技者のものになる。 浮気については、同じ競技者が、切り札の Q と J の両方を出した場合にのみ、その競技者のものになる。結婚についても、同様に、K と Q の両方を、同じ競技者が出した場合にのみ、その競技者のものになる。一人で、切り札の J、Q、K の3枚を出せば、浮気と結婚の両方のチップを獲得できる。J と Q が別の競技者から出た場合、 チップを二人で山分けにするという編集もある。誰も獲得できなかったチップは次回のプレイに持ち越される。手札を全て出し切った競技者はゲームの場所にあるチップを受け取った上で他の各競技者から各人の残った手札の枚数だけのチップを受け取る。ただし、強行のカードを手札に持っている人はチップを支払わなくてよい。競技中に 何がストップになったかに多少注意を払っておくだけで良い。強行のカードは常時ストップとして扱われることがある。ありがとうございます。